157年後立ちすぎじゃない？え？ということは？どれも、違う、アンドロマ系に私は任したい。サジタリウス？術師、サジタリウスの FF9 かなんかに出てこなかったっけ？ビーバーってさ、さっきのさ、盗賊の女の子とは違うよね。ジェイスンが戦士か。おそらくこれが次の主人公になるっていうことなんよ。格闘か、術、盗賊、戦士っていうことか。いやー、無難に強いのが戦士な気がする。か、体術。たださ、私さ、ちょっとビーバー気になるわ。ビーバーどう？あー、ステータス見れたわ。シティシーフ。腕力13、素早さ19、器用。わー、腕力は相当低い。魔力19。おー、魔力プライチされてる。確かに、魔法系だな、これは。ブリッツ、腕力19！わー、近接やるんだったら、完全に、っていうか、157年後ってさ、相当先じゃない？何世代いった？これ。そうか。だからアンドロマ系が生きてるわけないのか。157年後だから。なるほど。シティシーフ、あんま強くねえな。フリッツかジェイスンなんだが。すまん。私の興味だけで生かしてくれ。ビーバー、お前に任せる。おぉ。いや、こういうさ、皇帝がいてもよくない？女の子、かわいいよ。さあ、どんなポーズ？やるぞ。おぉ、無難にかっこいい。さあ、ビーバー皇帝。へぇ、こうなるのか。装備とか、ヒールのサンダル履いとるやないかーい。そんなんで戦えるのか。装備とかさ、倉庫に、お、随分収入上がったな。倉庫に入れとくのが正解だったのかな。あ、結構なんかお金回復してる。あ、でも150年経ってそれしか溜まっていないのか。魔法研究所みたいなのが完成していたりするんじゃないか。おお、ハロルド王、陛下に会いたい。運河が開通しましたが、交易は思わしくない。武装商船団。あー、なるほどね。これイベント発生ですね。キャプテンホークかな？むしろブッチャーか。女の子の体重を見るのは、に、軽っ。浮いてんじゃね？で、気になるのは引き出す。おお、ん？若干減ってない？あ、傷口増えてる。あれ、でも取ったものは一応入ってるのか。あ、ちゃんと倉庫に保管されてる。私が取ったワニ革の鎧、あ、あるね、ちゃんと。そう思う。星屑は？星屑なくね？レアだったのに。うわー、ショック。そうなんだ。そしたら、ちょっと、仲間増やした方がいいよね。なんか、いろいろ補充されてんな。でもさ、おー、玉座？なんかさ、ジェラール好きだったから、ジェラールいなくなっちゃうの、結構ショックなんだけど、なんだかんださ、思い入れがあるキャラが、剣が得意。ウォーラス、ちょっとさ、迷わせてくれ。思い入れがあるキャラがさ、変わっていってしまうのは、残念。なんか見たことあんな。見た目で選ぶか。ウォーラスはでも、なんか見た目強そうではあった。あ、アンドロマケいるじゃん。待って、アンドロマケいるんだけど。シーデーだった。アンドロマケの末裔。こいつにしようか。アンドロマケの末裔を入れてあげよう。
で、これはジェイスン。体験が得意。確かに今体験が得意なキャラは欲しい。こいつはあれか、ベアの代わりか、ベアの末裔。インペリアルクロスを考えるとベアの代わりは欲しい。魔法も一人入れてあげるか。お前まさか皇帝候補だったサジタリウス。風。こっちはアメジスト。火。ちょっと待って、あの術なんとかが完成しているとしたら、そこで売っている術を、開発した術を見ながら決めようか。例えばさ、私コテ開発してなかったっけ。あれどうなったんだ。コテはさ、結局ガントレットがそうってことか。あ、一応倉庫に入っていたのかな。あ、足防具40万円。いや、やっとくべきなんだろこれはきっと。よし。しかしな、術研究100万出したのに、全くもってガントレットが流通している。鋼鉄の鎧が流通している。なるほど、そういうことか。装備はもうちょっと考えて整えよう。金持ちはどうなったかというと、おお、これはすごい。盗まれたけどもしっかりとまた財を成している。盗まれないか心配です。フラグなんじゃないかそれは。私盗賊だから今本当に今回は取った可能性あるよ。あ、屋根の上行ける。うん、特に何もないか。ここベッドあんの気になるよね。何なんだろうここ。ウハンジの愛の巣なのではないだろうか。術さ開発したよね。いけるし、マジか。お、若干変わっている。バージャーっていうケチな泥棒です。以後お見知りおきを。同じ仲間を応援して。確かに私もシーフ。フローっていうケチな泥棒です。以後お見知りおきを。いやー、さすがにさ、シーフにはやりすぎんだよね。ちなみにチカ、あ、お前まさかまたうるわしの壁に潜ってしまうやつやん。やっとこう。壁の中にいる。よし。で、一応地下、何もないと見せかけて気になるのは、ここだよね。売り物の裏から入ると今回は？はい、すいません。フラーゴンのところは特に何も変わってないのかな。なんか別のイベントでここは来ることになるのかもしれませんね。いやー、パーティーはマジで悩む。ただ今強い体験クレイモアがあるから、体験を一人入れて、でオライオンの末裔。なんか右側に新しくいね。メディア。あー、入り直すと髪の色が変わる。なんか今回派手だな我々。まあジェイスンを入れよう。術かな。術がさ気になるんだけど、なんかさっき玉座に、王は玉座へ、王は玉座へ、メルセルク、なんか玉座に座れって言われたから座ってくるか。誰か、ああ帝国の途中。なるほど、玉座に座るとイベントが起きるってことか。アバロンの木を植えたいと思う。どのくらいかかる。収入が増える。おお、安い。これは払おう。でもさ、
払ってもさ、何も変わらない可能性があるんですけども。っていうか我々さ、イベントとかどうなったんこれ。いや、とりあえずこのね、船モーベルムっていうところでイベントは発生している。ソーモン、カンバーランド王とダグラスへ向かう船が出ている。前回の週で発生したイベントが若干気になりはする。ルドンとかね、マラルコとか、あー一応ルドンとかにも行けるんだ。どうしようかな、あと1枠術キャラ入れるか。いや、ちょっと今回は、女の子メインで行こうか。非属性パーティーに入れる。いや、ロマサガのね、非属性は強いんすよ。炎の鳥、火の鳥とかもあったし、セルバとかもあるでしょ。で、リバイバとか、基本炎属性は有用ではあるはず。インペリアルクロスにして、皇帝は真ん中でしょ。術王、お前だからな、お前、アンドロマ系の末裔なんか後ろで、お前そこは術キャラや。よし、こんな感じでいいんじゃないかな。インペリアルクロス。で、装備を整えよう。そうか、皇帝引き継いだ時にスキルレベルも引き継いでるから剣上がってるのか。しかし腕力低い、器用さが高いから、ここは剣ではなくやはりフルーレ系、フルーレにしようか。フルーレにしてさ、盾持たせる、この構成はあり。あ、星屑のローブあったわ。あれ消えてなかったわ。すまん、持ってたのか。そしてこいつがウォーラスじゃなくてさ、もう私にはウォースラにしか見えない。FF12 的なウォースラにしか見えないんだが、死んでしまいそう。うわー、かっこいい指揮者のローブ。ここをさ、あ、そうか、もう鎧装備してるから星降る装備できないのか。魔力上げていった方がいいのかな。あれ、ここで装備詳細が見れん。魔力上がるアクセが、なんだっけ、スターソーモンもあるか。ソーモンとスターストーン、やりすぎ。さすがにさ、ここにさ、スタスト入れてさ、ここにソーモン入れるのは攻撃力特化すぎるよね。しかし、ここ盾、術は両手だよな。ここにさ、武道着を装備させたらなんとかなる説ないだろうか。12、スターストーンやりすぎかあんな。そしてガントレットが多分強いよね。ちょっと2個くらい買おう。で、ガントレット装備まだ欲しいか。あ、全身鎧はつけらんない。ジェイスンもガントレット、アメジストはガントレットいけんのか。いや、あとガントレット1個だな。いや、これ全身鎧よりむしろガントレット鋼鉄の鎧の方が強い。合計15でしょ。ウォースラがこれ12だもんね。まあでもあれか、ここに3つけられれば同じってことか。1マスで済む分があると。わあ、でもビームタブレ、いやー、でも全身にしとくか。一応損してはいるよね。こう鋼鉄ガントレットの方が、1高い防御が。ただ今後武道着みたいのを手に入れた時はこの両、全身鎧装備していた方がお得。しかし予想外にビーバーが硬い。防御28になったわ。ワニ側が強い。違うか、ヒール、あ、盾分が加算されてるからか。なるほどね。盾はね、正直発動しないとおそらく防御力加算されてないから、あんまり当てにはならない気がする。アメジストさんは魔法を使ってもらおうかな、完全に。いやー、しかしこうなったら証券開発しておきたかったね。フルーレが弱い。いやー、証券開発しておくべきだったわ。
よし、これで完成でしょう。行きましょうか。ちなみにもう一回座っておくと、特に何もない。OK。ちなみにこの時代の宗門は、特に、すっかり平和になりました。さあ、アフルーレだよな。お、ヒラガ八世、ヒラガ源内がおる。エレキテル発明しちゃうんじゃない？なんかこれありそうだね。教授的な何かかな。代々発明か。あー、ここが船舶系イベントの発生地か。お、皇帝になれるかな？皇帝なんかならない方が幸せよ。確かに、その通りではある。あ、新宿人士、クジンシーさん、鍵かけちゃったよ。いやさ、この、なんだっけ、商船団の話も気になるっちゃ気になるんですが、私さ、やり残、ミラマ？へえ、ここミラマって町になったんだ。私、船をやっております。おー、船2箇所から行ける？待って。うわー、宝箱。あー、そうか。運河の通行券得たからか。ジェラールが。なるほど、ビクトル運河。そうだよね。あそこ解決しましたもんね。やっぱり、前世代でやったことがしっかりと反映されている。で、これだよね。オレオン海の向こうにある、ガンバーランド、ハロルド。一応さ、今、ここも渡れるし、今、ソロモンから船もなんか出ていたが、どっちから行くのが正解なんだろうか。で、気になるのはさ、この宝箱は、まあもちろんそう、鍋つかみ。炎耐性か。へえ、悪くなーい。我が家いいな。いいな。看板我が家っていうセンスよ。あ、ちゃうちゃうちゃう。ああ、一応、ちょっと、鉱山見てこようか。この世代では。ああ、特に変わってないか。あ、てかさ、最後の一枠、術師も良かったが、格闘家を仲間にするっていう手もありましたね。それが良かったかもしれんな。なんだかんだ術研究施設みたいなやつ、なんかどっか行きましたからね。で、気になるのは、ルドンですよ。ルドン高原。ここ行けるんですよね。一応さ、前世代から行けたから、海を渡る前に、まずここを探索するっていうのは、どうであろうか。行ってみよう。おー。見晴らしがいい。あ、待て。いやー、我々弱い可能性あんのか。一回最初は、本気出しておこう。セルバ、あ、風属性も使えるじゃん。防御を高める。ウィンドカッターは、ウィンドカッターは割と強いよね。レベルに応じたダメージか。セルバ、まあ、ファイボ打っておき。パリーひらめきたいね。巻き打ち覚えてんのか。ちょっと、また技が貧弱になってしまっているから、110。二段突き、ナイス盾。まあ、やれますね。術弱。弱。あ、シーフ弱え。ジェラールを返してくれ。シーフが弱い。わー、待って。結構食らうな。防御力やばいかもしれんね。盾発動しないと、下の戦士は結構、攻撃力が低い。もうサイドワインダー使わんと、話にならない系か。ウォースラな、パリーしてんよな。巻き打ちで真ん中落とす感じか。サイドワインダーでも41。我々が弱いっていうか、シーフが弱え。
主人公ミスったわ、皇帝ミスったわ。これはおお、最後族の村、ガラハゲがいる疲れたろう、休んでゆくかい。へえ、なんか取られたりせんだろうか。東の村みたいだね、ロマサガ3。大丈夫かこれは。ひもじよ、あーめっちゃ貧乏なのか、かわいそうに。帝国の財を分けてあげようではないか。栄養が足りんからさ、あんなハゲに未だにムーと暮らしている連中がいるよ。ムーなんだねそれは。だ村だ村、看板文字がもう消えてるじゃないか。パチンコ屋のさ、パが消えてる現象やないか。鳥羽の町なんだよな、これで。おそらく鳥羽町が判明しているはず。東のダンジョン、鳥羽ではない。あ、そうか、それがこのところモンスターに遮られている、だからひもじいって言ってんのか。行くしかねえか。たださ、我々さ今死ぬほど弱い、マジで。この構成クソすぎる。いやー、ジェラールの世代があんな強かったのに、モンスターと戦ったら下手したら死ぬよ本当に。感電症弱っ。あ、麻痺か。さあ、これがおそらく固定敵コウアトル。勝てるだろうか。作戦としては感電症で一人止めて、で、あとは全員で火力を一体に集める。まひれ、まひんねえか。88スタン。死ぬんじゃない。うーわー、マジか。いやでも術キャラ嘘やろ。待て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 、手前起こすでしょ、負け打ちは強い。後ろ一応起こしておく。あー、ほら混乱待って、やばい、この世代が終わる。嘘、いや、まだ来るところではなかったかもしれん。負け打ち、一体倒してジェラールで来るべきだった。待って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 、でここで傷薬起こし、巻き打ち入れて、なぎ払いよりは攻撃の方が火力出るんだよね、おそらく。仲間を殺さないで、マジで混乱怖え。あー痛い。白波は強そうなのひらめいたけど、やーべえな。アメちゃん、セルバも気になるが、回復して、いやー皇帝回復するか。皇帝回復して、でここも回復入れて、なぎ払い、アクハ HP に応じて威力が増す。高いほど増すってことかな。普通の方がそしたらもう減ってるから良さそう。あ、そうか、しまった、混乱してるから回復入んねえのか。うわー、やめて、ミスりました今選択。あ、ナイス、死んでくれた方がありがたい。起こすで、上を回復しよう。やべえ、皇帝もう HP がやばいから回復して。みんな HP やべえんだよな。ウォースラも回復して、
攻撃？いてーいてーいてー、マジ撃てんの？待って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 、いやー、ここもう回復に専念しよう。えい、そこか。死んでる人に言ってるのはでかいが、ウォースラー、もう回復はない。うん、どうするかと言ったら、一体減らしに行くか。巻き打ち強えからな、打ちたい感はあるよね。しかしここで起こさないと論外。巻き打ちが強いのを信じて打つ。いや、起こさなきゃ論外だよな。傷薬で起こし、死ぬか。巻き打ちで一体やってから、うわー、やめてくれ、世代が終わる、終わりたくない、まだ終わりたくない、混乱してしまった。傷口になるからもう撃つしかねえ。ほら、ポイゾナー、やめてー。えい、終わってしまった、この世代短け。マジか。しかも誰にも発見されないんじゃない？バジャー、ジェシカ、サジタリウス、メディア。いやー、完全にミスったね。